皆さんこんにちは、所長です。界隈では TensorRT が話題ですが、高速化というテーマでもう一つの話題をお届けします。コントロールネットなども今まで通り利用可能ですので、どちらかというと今回の技術が本命です。今回ご紹介するのは、生成時にメモリ効率を上げる技術、Flash Attention 2と呼ばれるものです。通常生成ではあまり差がないとのことですが、ハイレゾなどで生成する場合、10% 程度の速度向上は見られるとのことですので、導入は必須レベルかもしれません。それでは早速、環境構築を行います。いつも通り、ステーブルディフュージョンは別環境にインストールしておきます。例によって起動する前にモジュールの更新を行います。このようなコマンドで仮想環境に移行します。左側に VM 部と追加されていることをご確認ください。次にこちらのコマンドでフラッシュアテンションを導入します。また忘れてて怒られましたので、インストーラーを更新しておきましょう。次にこちらのコマンドで PyTorch の 2.1 を更新導入します。赤いエラーが出ますが、これは現在インストールされている XFormers のバージョンが古いためです。問題ありません。次にこちらのコマンドで XFormers を入れ替えます。こちらで導入は完了です。ついていない方は起動パラメータに XFormers を必ずつけてください。ステーブルディフュージョンを通常通り起動し、画面下部の各バージョンがこのように表記されていましたら成功です。さて気になる生成速度を簡単に比較してみます。512×512 での生成ではあまり差がわかりませんが、ハイレゾなどを使用して大きな画像を生成する場合、普段利用している UI でこちらの条件で生成した場合、平均27秒くらいかかっていたのが、FA2 環境では平均24秒、およそ 11% の速度向上が見られました。もちろんですが、フリー U やコントロールネットの併用も可能です。特に生成結果にも変化はなさそうですので、導入しておいて間違いないですね。はい、簡単ですが今回は以上となります。初期生成にコントロールネットなどを利用しない場合は TensorRT 環境、通常利用の場合は FA2、この2つの環境を作っておけば当面間違いないかなと思っています。今後も新しい生成技術など出てまいりましたら、こちらのチャンネルでご紹介させていただきます。チャンネル登録と高評価ボタン、引き続きよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。社長でした。バイバイ。